どうも、おはらです。それじゃあ今日も適当に喋っていきたいと思います。小学校の頃のトラウマで、俺チャッキーがねめちゃくちゃ苦手なんだけど、そもそもチャッキーってなんだろうって思ってる人に説明すると、チャイルドプレイっていうホラー映画に出てくるキャラクターの一人なんだけど、殺人鬼の魂がチャッキー人形に入り込ん でそれでいろんな人たちを惨殺しまくるっていうね、結構無茶な設定のホラー映画なんだけど、それをねなんで小学校1年生の時に見てしまったかというと、ヘイヘイヘイっていうダウンタウンがやってる歌番組のゲストがなんかホラー映画が好きで、それを特集したね VTR が流れたのよ、その時。そしたらチャイルドプレイが紹介されて、でそういうまとめてある VTR って一番怖いところをさ映し出すじゃん。でチャッキー人形の一番怖い顔してる瞬間が我が家のね平穏なお茶の間で流れたわけよ。そしたらもうさ、この顔だからビビり散らかすわけよ、小一だと。でも怖くてめちゃくちゃ泣いて、でそっからねチャッキーがトラウマになっちゃって、例えばさ家族でイオンモールみたいなショッピングモール行くと、今でいうビレバンみたいな雰囲気のお店とかがあって、でそうするとそういうビレバンみたいなお店って乱雑に商品が置かれてたりとかするわけじゃん。で売り物じゃないんだけど、棚の上とかにそのチャッキー人形がねアンティーク的な感じで置かれてたりするわけよ。でもうねそれを見つけた瞬間ね、もう怖くなっちゃって泣き叫びながら一人走って店の外出たりとか、そんぐらいね怖かったのよ。今はさすがに泣きはしないけど、やっぱりねチャッキーを巷で見かけると少し嫌な気持ちになるね。最近見に行った映画で一番良かったのがトップガンマーヴェリックなんだけど、まあね去年すごい話題になったし、何しろ大ヒットしたじゃん。前作も面白かったからもうすごい楽しみで、俺公開初日にの一番最初の回で見に行ったのよ。で公開初日だからすごい人がねいっぱいいて、で中でももう年齢層がかなり上、まあ、要はトップガン1を若い世代に見てた人たちがほとんど占めてて、で映画館始まる時に待合室じゃないけど椅子とか置いてある場所あるじゃん、そこでもう MA1 を着てドッグタグもつけた偽トム・クルーズがたくさんねいたわけよ、おっさんで。でもうビールとか朝っぱらから決め込んで、でポップコーン食いながらその偽トム・クルーズたちとね談笑してるわけよ。でああいい年の取り方だなと思って、人生楽しそうだなこの人たちって思いながら見てたんだけど、いざ映画が始まるじゃん。でそしたらさオープニングいきなり前作と同じようなさ感じで始まって、で有名なデンジャーゾーンが流れるわけよ。で流れてそれが終わって、で本編に入るときにもうすでにそのねオープニングで泣いてるおじさんがたくさんいるわけ。それだけ作品を愛してるおじさんすげえなと思ったんだけど、そしたらさオープニングが終わった途端にトイレでね途中退出するおじさんめっちゃ多かったのよ。俺の前通るから全然映画見れないし、もうね映画始まる前に楽しみすぎてビール勝ち込みすぎなんだよね。だからさトップガン1をやってた頃のあなたの膀胱のね健康状態と今じゃね多少はやっぱり違うじゃん。そこを加味してビールも飲みなさいよってちょっと文句言いたくなったね。そんなどうでもいい話でした。これもし俺だけだったら申し訳ないんだけど、父親母親に対しての呼び方っていろいろあるじゃん。もちろんオーソドックスにお父さんお母さんパパママって呼んでる人たくさんいると思うんだけど、俺が高校に上がったタイミングで言い方変えたいなって急になったのよ。
それまではずっともう物心ついて喋るようになった時からお父さんお母さんっていう呼び方だったんだけど、もういい加減高校に上がったタイミングで飽きたから別のものなんかないかなって探したわけよ。でその高校生の当時俺が行き着いた答えが、銀魂のカグラちゃんを知ってる人はすぐ理解してもらえると思うんだけど、パピーとマミー呼びだったのよ。でしばらくそのパピーとマミー呼びが気に入って、で結局そのまま大学までパピーとマミー呼びを続けて、で大学卒業のタイミングでまたちょっと飽きたなって思ったのね。で次どうしようかなと思って考えた時に、ちょうどその時にあのワンピースの4校がわーっと 出始めてきた段階で、それでとりあえずお母さんの呼び名をビッグマムにしたのよ。なんかかっこいいじゃん。別に体型とかでかくはないんだけど、でもなんかビッグマムっていう響きいいなと思って、それでビッグマムにしたんだけど、でじゃあいざ父親はどうしようかなってなった時に、いいのがねなかなか見つからなくて、で母親をビッグマムにしたから、どうせだったら父親もワンピース関連にしたいなと思ったんだけど、その時パッて思いついたのが、あの白ひげの一味がみんなで言う親父ってやつ。でもそれだとさ普通すぎてつまらないから、なんかいいもんないかなって思ったんだけど、結局ねビッグファーザーに落ち着いたのよ、あのカポネギャングベッチ。そうだからビッグマムとビッグファーザーでなんかビッグビッグしてる両親になっちゃったんだけど、また多分この名前も変えたくなる日が来ると思うから、そしたらなんかね、せっかくなんで視聴者の方、うちの家族こんな呼び方してますよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えていただけると参考にさせていただきますんで助かります。俺の友達の家は両親の下の名前で呼び捨てで呼び合うみたいね。まあいろんな家がありますよ。